度を出すっていうところについてちょっと話したいと思います。実際のこうロジックの速度ではなくて開発の速度を出すために僕らが何をやってるかっていうところを説明したいと思います。で、一つ僕らがやってる、ものとして、モノレポで全てのソースコードを管理するっていうのをやっています。モノレポって聞くとですね、いきなり嫌悪感出す人もいると思うんですけども、ちょっと待ってください、聞いてください。はい、ですね、僕もちょっと最初嫌でした。はい、特に、僕マイクロサービスとかシステムの分割とか分散システムとかが大好きな人なので、結構なんか最初勘違いしてて、なんかモノレポどうなんだろうとか思ってたんですけど、僕ら速度を出すためにモノレポっていうのをやってます。で、ちょうどいい記事があったので、URL も貼っておいたんですけども、モノレポっていうのはモノリスとは違うんですよ。モノリスのことを言ってるわけじゃない。なんかモノレポって言われてイメージするのはそのままモノリシックなアプリケーションとかソフトウェアのことを想像してしまって、モノレポだとだってデプロイ全部なんか一括でやっちゃうんでしょみたいな感じになったんですけど、全然そういうものではなかった。なんかモノレポとモノリシックなソフトウェアっていうのは全然違うよっていうのをまず、僕は勘違いしてました。一度に全てをまとめてデプロイするようなものでもない。なんかモノレポの中のそれぞれのモジュールをそれぞれのタイミングで良いタイミングでデプロイしたりとかもできるし、なんか全てのソースコードが一つのリポジトリに集まってるよ以上の意味はないんですよ、モノレポって。そういう意味で言うと、まあなんかおっさんっぽい話をすると、サブバージョンってそれこそある意味全部モノレポでしかなかったので、まあそういう感じですね。本当になんかモノリシックなレポジトリ、一つのレポジトリですよっていう以外の意味はない。ここを勘違いしちゃうといきなり嫌悪感を持ってしまって、なんか正しく情報が受け取れなくなるので、ここだけ注意してください。はい、で、モノレポをやってると逆に何がいいのかっていう話をすると、例えば共通で使うライブラリーとかですね、そういうのって絶対あるじゃないですか。例えば学習、機械学習とかで学習で使う、こうパラメーターとかのインターフェースですね。で、推論でも同じように使うじゃないですか。でも学習ってバッチで動いて、推論って、サーバーでこう API として動いてたりとかすると、それぞれで共通のそのインターフェースは持てるはずなのに、なんていうかソースコードを、まあ、コピーするわけにもいかないので、じゃあ共通で持てるようにしましょうっていう、まあ、よくやるやり方で言うと、なんか GEM とか JAR とかにまとめて、その言語独特な言語特有のライブラリーのまとめ方でまとめて、なんか社内のどっかのサーバーに上げとくとかっていうやり方をやるとか、あとはまあなんか Git サブモジュールズみたいな感じで、それぞれが依存するようにしたりとか、まあ、あとなんか乱暴な手でたまにやるのとして、なんかシェルスクリプト書いておいて、なんか複数のリポジトリをクローンしてきて、なんかシムリンク貼るみたいなシェルを走らせると、なんかうまく使えるみたいなのがあったりとか、まあいろいろやり方はあるんで、まあそうじゃなくて、モノレポになってるとすごい簡単に、まあ一個のリポジトリに入ってるんで、それをインクルードするみたいなことができるみたいな。で、なんかそういう共有で使いたいものとかが、一個に入ってるのはまず一つ便利だよねっていうのがあります。で、あとは、全てのソースコード、それこそですね、テラフォームの設定ファイルとかも含めて全部そこに入っているので、ちょっと何か変えたいっていう時、みんながサクサクっと変えれるんですよねっていう利点があったりとかします。で、まあ他にもなんかいろいろ利点があって、依存関係含めて今の変更で動くかどうかすぐ確認できるんですよ。その場でなんかざっと修正して、テスト実行したりとかサーバー起動したりとかすると、僕の変更でこれ動かなくなったとかがすぐわかる。なんかライブラリーとかにしてると、なんかずっと動くと思って作ったんだけども、ライブラリーのバージョンアップ、バンドルアップデートとかしたら、なんか急に動かなくなりましたみたいなとか発生したりとかするんですけど、まあそういうのもないとか。で、あとはなんか環境構築も結構一回で済んだりとかして、一回その環境構築しちゃえば、そのモノリシックなリポジトリに全部入ってるんで、まあ基本全部動くようになるみたいなのがあったりとか。で、まあ、欠点ももちろん全然ないわけではなくて、まあ、もちろん皆さん嫌いな人も多いと思うんですけども、まあ、さっきのリンク先のブログとか読んでもらえればいいのかなと思います。で、ただ、やっぱりすごい利点もめちゃめちゃ多いので、その利点を最大限使うために、僕らはモノレポを効果的に使うために、バゼルっていうビルドシステムを使ってビルドをしています。で、このバゼルっていうのは何かっていうのを、まず簡単に説明していこうと思います。はい。バゼルっていうのはですね、Google 近世のビルドツールですね。Google 社内で使ってた別名のシステムをなんかオープンソースにして公開したみたいな感じのものです。なんかよくメイクとかの代わりになるとか、名分とかと比べられたりとかしている。まあビルドツールですね。分散ビルドができたりとか、なんかキャッシュを使った差分ビルドができたりとか、
っていうのが、結構売りになってたりとかします。で、結構スケーラブルっていうところにも書いてあるんですけども、モノリシックなリポジトリとも結構相性が良くてですね、まあ、あのモノレポと相性いいのはさすが、まあ、Google 金星だなみたいな感じのところはあるんですけど、まあ、なんか他にもいろんな言語に一つで対応できるとかいろんな特徴はあるんですけども、まあ、今回はモノレポとの相性の良さをちょっと紹介していこうと思います。で、バゼルだとこのモノレポ内でのそれぞれのこの中での公開範囲とか依存とかをすごい細かく設定できるようになってるんですね。で、こういうツールを使わないと逆に多分モノレポは本当に辛くなっちゃうんだろうな。なんかファイルがあっちこっちに散らばってて、これなんかインクルードしてるけどどっから持ってきたのみたいなのがあったりとかして収集つかなくなっちゃったりとかすると思うんですけども、とかなんか自分の書いたソースコードどこで使われてるかもう一切わからないわみたいになったりとかっていうふうにすぐなりがちなので、こういうツールを使うとモノレポでも辛くない。もうちょっとバゼルについてサンプルを出していくと、大体ですね、こう簡単にテストプロジェクトを書いてみたんですけども、こんな感じになってます。基本的に各ディレクトリの中にビルドファイルっていうのを置いて、そこに情報を書いていきます。そのワークスペースのトップのところに本当にワークスペースっていうファイルが置いてあってですね、これなんかこのファイルは外部との依存を書いたりします。例えばなんか Java でしたら、メイブのリポジトリのこのライブラリー使うよみたいなのが書いてあったりという外部との、つながりとかの設定とか、あと全体の設定が書かれているのがワークスペースファイルで、個別の依存関係が書かれたりとかする。あと、公開範囲とかですね。っていうのがこの build.bazel っていう中に書かれてます。一応見てもらうとですね、このソースのメインの Java、com、Launchable Inc、デモの下に1個 build ファイルがあって、そのデモの下にある utils っていうディレクトリの人にも、下にも build ファイルがあって、で、リソースの下にも build ファイルがあるみたいな、感じで作れたりとかします。で、具体的にこのビルドファイルにはどんなこと書かれてるかっていうのは、これはあのデモの直下にあるビルドファイルなんですけども、こう DEPS っていうところで依存先を指定して、リソーシーズっていうのでリソースを指定するみたいな感じで書けます。で、他にメインクラスっていうのを指定して、メインクラスとして実行できるように Java バイナリーを作るみたいなのをやっています。で、まあ、ネームとかもあるんですけど、これね、エグゼって書いてあるんで、これはなんか実行ファイルって分かりやすいように僕はエグゼっていう名前にしただけなんですけど、っていうのをできます。で、逆にあの、ユーティルズの下にあるやつは、こんな感じで書かれてるんですね。で、これは逆に Java ライブラリーって書いてあって、ネームをジャーにしてるんですね。で、ビジビリティっていうところがあるんですけど、これが公開範囲です。このディレクトリというか、このパッケージ、この Java ライブラリーの、公開範囲は、この、ランチャブルインクすら、デモの、サブパッケージの人たちはこのライブラリ見れますよっていう公開範囲を決めれる。で、リソースとしては、リソースの DB マイグレーションというのを使ってますよみたいなのが書けるってことですね。で、1個前のやつでこう DEPS のところに utils:jar って書いてあったじゃないですか。これ DEPS で依存関係として書かれている、その依存関係がこれですね。 utils:jar が、これになります。デモから見れるようにっていうふうにビジリビリティが書かれているので、1個上のビルドファイルからも見れるようになってる。で、まあなんかリソースはこんな感じで書いていて、これあの複数書けるんですよ。ビルドファイル、アプリケーションコンフィグって書くとそれが見れるし、ビジビリティのところはこうビジビリティパブリックって書いてあるんですけど、パブリックにするともうなんか全そのプロジェクトの中では全体公開、もうどっからでも見れるようにみたいなのも書けるようになってます。で、複数個こうやって定義できるんで、アプリケーションの設定ファイルは、リソースの下にあるアプリケーションコンフィグっていうところでアクセスすると取れるよとか、DB のマイグレーションファイルはこうやって取れるよみたいなのも個別に書けるようになってます。で、依存関係をさらにコマンド一発でガッとこうグラフにして出すこともできます。で、これコマンド一発でって言ったんですけど、コマンドがめちゃめちゃ長いんですけど、これですね、ノーツールデプスとか書いておかないと、あのバゼルが使ってるツールとかライブラリとかも全部こう、本当の依存関係を全部出しちゃうんで、あのこの辺をつけて、オプションつけると自分が定義したものだけが出てくるようになってます。で、こういう感じで、デモはアプリケーションコンフィグ見てて、まあ、ライブラリーとして utils 見てて、utils は、テキスト utils.java を持っていて、そいつはリソースをまた見ていて、リソースの DB マイグレーションというのを見てて、リソースの DB マイグレーションの中にはこんなファイルがあるよみたいなことが一発で分かるようになる。なんで、モノレポとして作っておいて、いろんなところに、ソースコードが散らばっていたとしても、それがどこから使われているかもすぐ分かるし、逆に言うと公開範囲を絞ることによって、そんなに影響範囲、このコードそんなに使わないでねっていうことを書くこともできるっていうので、すごい便利ですね。なんで
モノレポとバゼルっていうのを合わせるとめちゃめちゃ共有部分などだけうまいことを扱います。なんで、開発速度がすごい上がるのかなっていうふうに思ってます。で、ただ正直開発速度上がるって言ったんですけど、学習コストは結構高い気がしてます。さっき言ったように1個のディレクトリーごとになんかビルドファイル書くとか、公開範囲と依存範囲を書くみたいなのがあったりとか、なんか結構ハマります。無駄にっていう言い方あれですね、結構ハマります。特に暗黙的に動いたりするやつ、 Java でなんか自動的になんかアノテーションをもとに何々を持ってきてみたいなやつは、公開範囲とか本当に依存範囲とかきれいに書いておいてあげないとうまく動かなかったりとかするんで、なんで結構学習コストなんかすごい簡単に使えるよとは言わないですが、モノレポでちょっとプロジェクトをやっていくってなった時は、すごいおすすめなんじゃないかなと思います。てかまあこういうのを使わないとまあ依存関係とか把握できなくなっちゃって辛いんじゃないかなと、はい、思います。でまあ僕らはその速度を出すために、このモノレポでやるためにバゼルっていうのを使って活用していって、どん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 やっているという感じになります。